い、ツムツムセムスアニバーサリー、一時期テレビレーション、耐久レースやっていきましょう。続いてはですね、マーベルからサノスですね。もうこのキャラが果たして敵なのか味方なのかもわからないという知識でですね、もうとにかくやっていくしかないですよね。はい、ということでやっていきましょう。このキャラ、なんかね、紫色のツムを使ってうんぬんかんぬんっていうミッションをやった時に1回か2回くらい使ったことあるんですよ。その時に削れる範囲が SS なのに、まあまあのパンチ力だったんで、お、こいつ使えんじゃんと思って、そういう記憶あるんですけど、果たして本当に使える？拳で語り合わせ、ほら SS なのに20個消しゴムなんですよ。まあまあ範囲広いですよね。うん、ってことはこれあれですね、例えば LL サイズとかになったらもうなんか画面全部消しちゃうみたいなパンチになるんでしょうね。だからそこまでのスペックってことないからね。あ、これ確かゴムも、やっぱね、ボンも消しちゃうんだな。あー、それはもったいないんだな。そっかー、それはちょっと考えないですね。ボンもまあ、そうか、でも普通にボンも消してからポン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 みたいな感じだけどね。どうしよっかなー。でもやっぱりなー、ベラベラ喋るっていうのはこう、頑張るとして、プレイだけでも奥さんにちょっと委ねようかな。どうしよっかな。どのタイミングから奥さんにお願いをしようかという悩みとかなんですね。なぜなら奥さんも今お尻でツムツムしてるからな。夫婦揃って何してるのってね、僕がベラベラ喋ってね、奥さん声が入るわけにはいかないって言ってね、かたくなに拒否してるんでね、なのに一個も喋ってくれないんですけど、ただね、時々ね、僕がね、発言したことに対してね、反応してね、後ろクス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 笑ってることもあったりするんですよ。それも入らないように、僕が大きな声で喋って、皆さんには、中学、こっち、引きつけてまーす、パンチ。ねえ、ほんとに、中学生でもこんなことしないと思いますよね。さっきね、中のくだりで、はい、中とかってね、実況がね、何日か前に多分皆さんの声が動画で上がってると思うんですけど、その時もね、なんかね、お前中学生かって突っ込まれたんですけどね、もうまさにその時、いや、中学生でも中とか言わないで、子供って言われてね、爆笑してしまったんですけどね、今年多分笑ったかもしれないですね。はーい、ということで、はぁ、スターボンバーと一個足んねえのかよ。次の動画でも、ミッションクリア目指していきたいと思います。じゃないと足りなくなってきた。ということで、